お疲れ様です。来ますね、限界突破バーバリアン触っていきます。ということでね、進化したカード4枚のうち、まあ、俺的一番響いてないカードなんですけども、まあ、もともとね、そんなバーバリアン特別強いわけではないんで、まあ、進化してもそんな変わらんでしょうと言ったところのババでやっていくんですけど、使われてるデッキがマジ少ない。もうラバーにしか入ってなくて、今たまたまね、世界上位で枯渇に入れてるプレイヤーがいたので、ちょっと触っていこうと思います。これでね、で限界突破バーバリアンの性能を紹介すると、まあ、2回に1回ね、はい、進化したババが出てくるよと。で性能はファイボで耐える、HP がね、普段より200ほど高いバーバリアン、かつ攻撃すると0時状態ね、約2秒間0時状態に入るといった性能になります。はい、なので、まあ、鉄壁、普段のラバがただただいつもより防衛で硬くなったよと。でたまたまね、カウンターにもつながってくれたらラッキーかなみたいなところで、まあ、今まで通りボーラーに弱かったりするのは、はい、変わらないよといったとこですかね。さあ、ということでやってこう。なんかね、今バグでコメント欄でもいっぱいあったんですけども、キョスケの鳴き声がすると、何、手札に回った時かな、エリート、エリートじゃねえ、限界突破した時に、手札に回ってきた時か、出した時にユニット場にね、キョスケの鳴き声がするっていう。なんか限界突破カードみんなキョスケになっちゃったらしいんですけども、お気づきでしたか皆さん。さあ、流行りのね、もうそういうで、おお、え、トリトン珍しい。ああ、いや、わかんねえな、何のデッキ。ヤナメ使ったやん、いってらっしゃい。ロイかな、あー、ヤレイジのロイみたいなんね。そうね、すごいね、もう環境、ザ環境のね、ロケット方式が強すぎて、ロケット方式だけは許さんぞっていうので生まれた、ヤナメレイジの公開ってロイなんですよね。でマイティロケ砲なんか前にマイティとセットになってるんで、そこを許さないよのね、エレキ環境潰しデッキっすね。さあ、ロイジャイ、まあマイティ合わせてね。でヤレイジなんで、ババめっちゃ強いぞこれ。あ、でも限界突破ロイはノックバックあるんですよ、攻撃するたびだから、意外とババがケチョンケチョンにされちゃうから、いやー、これ強いぞ。いや、延命したいな。あー、めっちゃいいやな、はめされちゃって。次最強ロイやります。最強ロイやるんだけど、最強ロイじゃない、最強ババ。いや、めっちゃいいオールブレイカーこれ、入れ。うわー、お上手。これは何のホレイヤ、ごまかしか、自分が苦しいことのごまかしのホレイ、そう捉えてもいいんだな。いやー、これむずいね。延命できるもんならね、できるだけしてあげた方がいいよね。限界突破バーバリアン頼む。ロイが攻撃するまでにぐっちゃぐちゃにしてやれ。いや、めっちゃ強い、めっちゃ強い、めっちゃ強い。しかもこのまま勝手にカウンターしてもらって、勝手にカウンターしてもらって、勝手にタワーを、俺が右を狙ってんのに左の方が削れるやつね。いや、めっちゃいいぞ。あー、それ嫌だな。あー、それめっちゃいい防衛、めっちゃいい防衛されてる。残れよ。いやー、めっちゃいい防衛される。なんでエレキとかもいるもんね。
勝てんすよね。いや次でも限界突破で守れるんで正直全然ある。いや入ってない。攻撃される前に、いやあるこれマジで歩くね。ババ向いてぐっちゃぐちゃにぐっちゃぐちゃにして、ババ行け、ババ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 よ。はい、来たー、はい、来たー、攻めすぎー、どんまい、やばくない、この優越感な感じ。いやこういうのはねやっぱ限界突破で良さっすよね。でも相手もその限界突破ロイでさ、なんかもうチンパンしようぜみたいな感じだったじゃん限界突破対決。いやババちょっと強かった。いや意外とさ俺らが知らないだけでちょっと強いのかもしんない。いや使う機会なさすぎてババをね、デッキ限られてるんでね、入ってくるデッキがロケコとかロイみたいにね、なんとでもいるというか、どんなデッキにもっていうかね、元がめっちゃ強いとかでもないんでね。さあマイティ、でも施設の枠をねババにしてるんでだいぶ信頼があるっすけどね。やばいそれ、あプリン残ってる、でかっ裏のね。あー穴目、まさかのまさかの穴目。いや分かってたけど遅かった、一発穴目か。ちょババババババ穴目発撃ちょっとレアだね。いつババ使おう、迫撃の木がちょっとねマイキーか削ってく。まあババこういう相手にはねまあ出さなくていい。ケツセパとかだったらワンチャンですけどね。さあゆっくりやなめ温存、これ迫撃受けとかもよくあるっすよね。さあラメ使ってきた、マイキーかい。いやなんかでも間のデッキヤナアメホグババです。うわー一発入っちゃうんか、それ痛いね、めちゃめちゃ痛いね。いやだマイティがちょっと強いのとババもねちょっと強いんだね防衛に。次です、キョスケの鳴き声の限界突破。やべ相手が引っ込まれやすぎだ、それやだよね、めっちゃ引っ込もうとしてる。最強バーバー、走れ走れ走れ、避けろ避けろ避けろ。でも俺一生もう防衛迫撃置かれるだけかな、そんな未来が見えてきた。マスケ射程長いね、やべ、ババあります。なんかちょっとありそうだよね。いやー薬液やばいね、
いやこれがババの強さ。これが高回転の強さ。そんな止まっちゃう？ババ？おい一発で抑える、あるでーこれ。いっちゃう。どこにアラメ使いたい？いやてかババめっちゃ残ってるわ。ババが見てない。オッケー。え？読み取った？いや。ババのおかげ？いや錯覚か、さすがに。まあババはね、どうでしょうかね、難しいね。なんか活躍したようにも見えますけども、やっぱデフォが弱いじゃないですか。でまあ進化して多少強くなってると、まあギャップ萌えみたいなとこあるよね、その普段が弱いから。普段部屋が汚くてね、床も見えない、ちょっとこうあれ床見えたみたいな感動みたいな、ちょっと良くなったから。本当に多分ね、まああれですよね、所詮ババです。はい別にアンチとかじゃない、ババアンチとかでも何でもないんですけど、まあ、使われる場面がやっぱ限られますよね。ロイみたいに俺が強いわけでもなく、ロケゴみたいに常に安定するわけでもなく、よいしょ、やっぱ限られますから。あ、そんなこと言ってるとババが来ましたね仲良し。さあラバかな、まあラバぐらいにしか入ってこないんでね、この子。これいじめれそうだな、枯渇で。まあ、バルーンがちょっと止まらないんですけど、まあ相手も俺の攻め止まらんやんっていう話ですか。あー、それ残ってほしかったな。うっ、なあ来たエリート。怖いな、でもちょっとだけね。あ、全然やっぱお前はババだ、お前はまだまだババですよ。墓石置きたいんじゃない、墓石。いやまあまあ、いやいいんですよ、俺はもう2個取るプランなんだね。もうどうなってもいい別にどうなってもいい、多分。いや守れるからこれ。いやマイティ最強、やばい。うん、消えが消えだけ。オーケー、助かりね。あ、待って、バーバリアン。やっぱまあ出すときないわ相手によってね出すときあるけど、いらないときはいらないですからね。まあもともとね限定されるカードだったんで、それは仕方がない。まだ今までバーバリアン使ってきた人はおめでとうって感じですよね。たまたま2回に1回あれいつもより防御力高いラッキーみたいなことがある。ただそれだけで、今まで使ってない人が使うほどではないっていうやつ。あー、めっちゃフリーズされるやん。そんだけにして。オッケー。いやー、許せる。フリーズってね、ウッドじゃないんですよ。ザップなんですよ。いや、ダメでした。潜れ、無理か。オグフリね。いや、ババア、どうだこれは。ちょっと活躍できんのか、どうなんだ。まあプリンセスとか相手が持っ
ってる可能性高いですよね。ホグフリ、そこにだけしばかれないでほしいな。まあまあババでね。おお、まさかのババフィーバー。別に流行ってはないですけどね正直。やらぬか、やだな。おお、いやなんかやだね相手のデッキ。ババガゴ群れ、これコウモリ。チュン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 、なんで絶対コウモリやん今から。あー、ちょっと待たれたんですね。まあ、次エリートで守れるんで、エリートっていう攻撃するたび強くなられるのでも嫌だな。あー、めっちゃ入っちゃったな。えって5万あんの、それやばいね。いやでも意外と強いないや、なんだ、強いのかこれは。強いって言っていいのか。フリーズ使わしたい。よし、計算通り。いやー多分頑張れる、頑張りたい。ファイボもねあるんですよ。そういえばてかファイボフリーズだ。小型呪文もねえんだ。ガゴムね。ああ、マイティ最強です。ああ、シャレオツ、めっちゃシャレオツ。ってかヤファ、あ、山沼あったな。まあババかな、エリートだね。エリートの方でしたね。これなんか嫌だね。いやでも高いんですよね HP がね。そうなんです、 HP が高いんです。行くよ行くよ、詐欺して行かないのも手。さあウォールブレイカー一発。うわー行かないか、やる気がねえな。相性は良さそう。いいよ、行け行けばっしょい。フリーズ防衛は、うおい、一発だけ。いやちょっと怖い。いやでも鉄壁なんです。ババは呪文来る。いや強い、えマジでめっちゃ強いんだけど。え負けたんだけどえマジ、なんで、何今のは。え、俺今ババに負けた。そんなことはないよな。多分俺のババが大砲だったら勝ってたな多分相手のババに負けたわけじゃない。普通にヤファイボフリーズに負けただけだ、あの呪文構成。まあちょっと良かったけどね、タワー折れた時はね。タワー折れた時はね、そんだけよ。いや難しいねババ。まだこの分かんないよね、そのババの能力を理解できてないんで、どんぐらい襲ってくるのかを判断できないんですよ。どんぐらい来る、どんぐらい来るって感じで。 HP もねちょっと高め、どんぐらいある。よいしょ。さあオリアナめ、珍しいね。何のデッキですか。ちょっと変なラバとか、
両サイ守んのだるいよね。あーやっぱラバでしたね。エレキだったな、やば。いきます、全力で。これで相手潜らない、それ大丈夫そう相手いろいろ失わん絶対なんかスナイプしたんじゃね、知らんけど、さすがにいいか。さあラバスケララバスケラだったけど、何があなたを限界突破してんの。限界突破使わないために、まあさすがにもう諦めたっしょこれ。いってらっしゃい、限界突破決めちゃって。まあ攻撃するとレイジ状態なんで、それまではこう普通のババで、さあ殴り出すと急に情緒不安定ですからね。オーケー、まあまあまあラバスケびっくりだ。あ、おっと、新兵隊ロイホグ前リゴリ使ってたかな。でもなんかやっぱあれだね、限界突破出てすぐなのもあるけど、やっぱその限界突破カードのね能力が決まると楽しいね本当に。ロイシェはちょっとなんかあんま思わないけど、限界突破が刺さっていく感じはねものすごい気持ちいいんですよね。見て、ロケット方針の拡散すげえ入るとか、ババがめっちゃ暴れてるみたいなね、スケルトンが増殖していく、あれ全部ほんま気持ちいいんですよね。よいしょ、限界突破、まあ慣れるとまたね何とも思わないのかもしれないですけど、さあ5をヤ5もね、支援体力ですね完全に。いやこれエリートバーバリアンだいぶ活躍すんじゃね、こんな顔してるんだけど。だって細胞のサイクルがあるじゃないですか、もう絶対その時にもう大活躍よね。いやありすぎー、コバリング、これ5打たれて突破されるけど、一回出してしまえばね限界突破バーバリアンだって絶対守れるんで、しかもレイジ状態なんのも強い、ちょっと強いぞこれ。インドルだ、特殊な、だいぶ特殊、頼もしいなこれ本当に、嘘偽りなく頼もしい感情が。あーだるいな、そこにも打ってくるんですね。これサイド両サイなのかな、難しいとこではある。まあ後ろよね、え、マスクのホグ、いやババア、いやこのババアよ、普通に頑張ってる。いやこれちょっと攻めたいな、まあ、檻もあるんですよね。でもウォルブレイか、いや結構入ってるし、次ね俺のババを見たからさ、ババ読みファイボとかもさ来るやん、でも限界突破なんです僕っていう。これ
絶対守れる。いや強すぎる。ちょっと待て、これ左の方が入るやつじゃない？右のババに引き取られてね。いやこれ熱いな。で低めマイティも最強っていうのが分かって、え、ババめっちゃ強いんだけど、錯覚？まあ錯覚でしょう。あんまなんかねやってるとね、なんか事故って負けそうでめっちゃ怖いんですけど。あー回転がね追いつかない。ちょっと待って、めっちゃよかった。レイジ状態になるのがね便利だね。まあ感覚エリババ5体いるようなもん。まあそこまで破壊力はないけどね、なんか気持ちはね、そんぐらい頼もしい。ヤナメ、ヤナメオールブレイカーね、あまり見ない感。まあヤナメ使ったんで、あーメガナイトか、やべこれ終わる。いや俺らなら守れる。え？え？ちょっと上手すぎたかな。大丈夫かなこれ。なんかチートみたいな疑われたりしない？ちょっと上手すぎた気がしたな今のは。いやんおい、ヤザップタイプね。ゴブリンチクリチクリチクリ。うん、いやババこれ熱いぞ。ババ。いやー好きにはなんないけどね、うん、ロー結構いるし俺には。なんならちょっとスケルトンも好きだし。ちょっとコウモリの追加も嫌だし、プリンスはギャングでねしっかり受けていきたいね。次エリートなんです。これメガナイトとかもボッコボコにできるんじゃない？メガナイトプリンスとかも平気で守れる気がしてます。これザップ垂れそう。読み穴の目が怖いけどね、これバレるかな。あれちょっと危ないな。お前さっきから毎回これなんだけど、お頼む、エリートで。うーちょっと怖え。なんかね余裕こいてるやついいんですよね、さっきから。明らかに。いやいいよ、ヤザップ使ったもんね。いいよ、よし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 。焦るな、焦んなきゃ俺の勝ちだこれ。しっかりねケツマイティからゆっくり行こうじゃないの。おーいちょっと怖いね。やべこれ絶対メガナイトで回収されるんで。あでもメガナイトのコストがねえんだ。おいババババババ、次代はババ。